とにかく私はもうこっちでうまくやってんだから。うまくやってるって何よ。そんなのはあなたたちに言うことじゃない。なんか言えないようなこと。別にそういうんじゃないけど、まさか彼氏できたとか。違う、だから私つまらない。嘘つかないで。あなたみたいなやぼったい子に簡単に彼氏なんてできるわけないでしょ。はあ、バカにしないで。私だってね。無理すんな、メイ。してない。いるから仲良くしてる男ぐらい。いないいないいない、そんなに。いるってば。だったら今すぐここに呼んでみなさいよ。そうだね。先からここに。彼が？多分幼馴染でしょ。幼馴染だけど、そういうことなの？デートする約束もしてるし。デート？いいの？俺様が最高に面白いとこ連れてってやるよ。ほら行くぞ。時間もったいねえだろ。うん、そうだ。それでよ、昨日見たお笑いがすげえ受けてよ。誰だっけなあいつら。違いすぎ。デートという感じではなさそうですね。
田舎暮らしはつまらないだろうからたまには遊びに行ってあげるわ。田舎でも頑張れよガキンチョ。メイが自分の選んだ場所で幸せになる姿が私にも見えるよ。きっと大丈夫。私たちはいつもメイのそばにいるから。あなたが覚悟して決めたことなら私は応援するわ。メイがメイである限り何があっても私はメイの味方だから。ローズ様、みかんもいかがでしょう。あの、何しに来たんですか。向いてちょうだい。かしこまりました。篠のめめい、あなたといるよりずっと楽しそうよ。リヒト様、しおり様は彼女とは違う。あなたの代わりなんていないの。早くしおり様だけを見て差し上げて。全員オンブラランクに降格だ。僧侶を怒らせちまったからな。リヒトさん、後でちょっといいですか。おい、てかなんで俺がおめえのバイト手伝わなきゃいけねえんだよ。今日一日だけいいじゃん。悪いねめいちゃん、毎日毎日。大丈夫です。お金貯めて自分でうどん屋やりたいですから。そう、うん、何やってんの。もうすいません。バカ、もういいから注文取ってきて。終わるやればいい。ごめんなさい。お前柴田さん家の次男坊じゃないか。はい。大きくなったな。兄ちゃんは元気か。兄貴は。兄ちゃんは今何やってる。あ、最近全然会ってないからちょっと分かんないっす。そっか。めいちゃん。はいはい、これよろしく。あ、すいません。きつねうどん2つ頼む。はい。見損なったよ。どうして東雲様を迎えに行かない。なんでそんな平然とルチア様の執事でいられるんだよ。本郷家に仕える執事としての仕事だ。心を偽ってまで執事を続けることが本望と。それが S ランク執事だっていうなら俺は今のままの方が幸せだ。前にイルク様と東雲様が危険な目に遭った時、君は俺に走り出す勇気をくれたじゃないか。執事として正しいかどうか分かんねえけど、あの時の姿が本当のお前だったんじゃないの。リヒトさん、僕は泉様のためならどんな苦しいことでも耐えられる。東雲様はその気持ちが一番大事だって言ってくれた。俺たちは今のお前を認めない。今日はありがとうね。じゃあ。